皆さんこんにちは、あゆ先生です。日本語の勉強を楽しんでやってますか。皆さんはいろいろな目的で勉強してると思いますが、楽しんで勉強することが一番ですよね。僕も皆さんも楽しんで勉強ができるよう頑張って動画を作っていきますので、もし明日欲しい、こうして欲しいなど、要望がありましたら、コメント欄にアドバイスをください。そしてチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。今からあそこまで登ります。今回の動画はこの間行ってきた金華山の登山の様子だ。俺は愛知に住んでいる。この山は川を越えたすぐ隣の岐阜県岐阜市にある。岐阜市は岐阜で一番でかい町だ。人口は約50万。東京や大阪のような大した町ではないが、まあでかい町だ。そんな町のど真ん中にある山は標高329メートル。俺の好きな山だ。山頂には城がある。この城はその昔最初に作られて以来、何度もいろんな奴の手に渡ってきた。奴の名は信長。俺たち日本人で奴のことを知らない人間はいない。お前たちも調べてみるがいい。俺もいずれは奴の動画を作ってみたいと思う。今回の登山は前日の気温が残っていて危なかったぜ。見るがいい。これが奴の城だ。
そんなこの山の一番の生き物は山倉さんだ。奴らのようになりたい。